ガチャ。今日はこれからリホと福岡旅に一泊で行きます。ちょっと私はね、仕事が終わるのが遅くなっちゃって、飛行機がね違うのになっちゃったんですけど、今から向かっていきたいと思います。なんか考えてる。なんか髪型ショートの人みたいな気がする。超ボブの人みたいな。寿司食べました。食べました。リホと合流してお寿司食べて、私は後から着いたので今からホテルチェックインして、はい、休憩してラーメン食べます。一泊二日だから詰め込んでね、やってきます。あんま回れるとこ少ないけど、うん、グルメ旅で満足だよね。うん、満足。明日もラーメン行くして、はい、食べれるよ。うん、無理。もうちょっともうちょい休憩してでしょ、行きます。すっごいでっか。私初めて来たんだけど。マジ？ちょっとテンション上がるね。こだわりたい。おい、うまさがある。あ、おいしさがある。さっき行ったとこがお重箱がなかったから違う店舗に来ました。今やばい時間、もう死んでんだけど、もうむくみ始めてる。もうやばい、眠いね。暑いの。うわ、もう、うわ、美味しそう。二人で行こう。はい、美味しそう。食ってるやん。ネギラーメン買ってくらいする。いざ実食。はい、待たれたね。にぎわってんね。すごいな、こっちの方が人気だな。こっち、うん、ここ。おいしいよ。眠いよ。でもなんかいろんなおいしいラーメン屋さんあってめっちゃ迷ったよね。いろんな人に教えてもらって、ちゃんとか山ちゃんとか。山ちゃん、僕ちゃんって誰言ったけど、これめっちゃ人多くて諦めました。一蘭美味しい。最近この前グランピング行ったじゃん、一蘭食べたじゃん、夜中、うん、うまっと思って、あの後ドンキにまた買いに行った。うわ、ありがとうございました。こんにちは、どうぞ。やばい、こんなの。ネギちょうだい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 。わあ。プル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 。やるでしょ。それは。それはせすぎです。おいしい。食べれちゃうね。
あんだけもう絶対食べれないとか言って普通に食べてた。1蘭やったら食べてもいい。うん、さすがに今日はちょっと無理だし、無理だしやめとく。これがもう米みたいなもんです。行こうと思ったらそれ行けるよ。うん、でもって感じやね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、私の顔って結構盛り繋いでよ。写真撮っといたら、うん、インサート一段食べた後に決め顔。髪明るく見えますね。まあ、ここの、うん、ライトが、はい、帰ります。自然にモザイクかけるからね。おはようございます。今からサウナ行きます。はい、ずっと楽しみにしてた友達のサウナ今から行きます。またサウナでも回しますね。やっぱり昨日ね、寝る前にラーメンを食べたのでめちゃくちゃむくんでます。サウナでするからもういいかなと思って。完全チートですね、昨日もさ、服さこれで食べ行ったからさ、なんかな、もういいやと思ってこのまま寝て、このままサウナに行きます。これね、リホのマスク、リホ黒みだけど私着て可愛いでしょ。これかけれるし、スキンケアとかコスメとかコンタクトとか、もろもろいっぱい入れてます。じゃん。こんな感じで行ってきます。リホを起こします。こっちがサウナ。すごいおしゃれ。こっちがお風呂。あ、こっちがあったかいのでシャワーあって、こっち水風呂、いい感じ。頑張ります。頑張ります。楽しみ。顔が二人とももうむくみ上げてるね。あ、サウナハット紹介する。やべ、こぼした。え、あるやん、うん、え、あったけど、いいじゃん、使えるから。でも、濡れて持って帰るのめんどくさいからこっち使うから、これあげる、普通に。これダイソーで見つけて、この間グランピング行ってたドンキで5、6000円しとんねん。そう、高かったんだよね。でも、ケチとかじゃなくてサウナハットに5、6000円しんどいよな。タオルかぶって入って、その日はこれまあ、データ消えたんですけど、その動画データ消えちゃった。リホが100均で買ってきてくれた。入ります。怖っ、顔最高。5セットもしちゃったよ。追い込みましたね、今日はだいぶ。はあ、今日の朝の動画と比べてめっちゃ顔すっきりしたんじゃない。いい旅ですね。たまには東京以外のサウナも行くのいいね。今日はね、あとご飯を食べて
東京に帰ります。ラーメン食べたいな。リホのおすすめ。鼻噛みすぎてさ、鼻の周りヒリヒリするし、カサカサだし、赤みやばるから塗ってます。日焼け止め塗っとくか。アスタリフト日焼け止め、うん、めっちゃいいよこのね、アスタリフトのね、うん、これね、富士フィルムを使ってる。だから中の成分に、うん、なんていうの、支障をきたさないというかさ、火に当たって、日焼け止め効果が。あー、いいんだよ、うん、パソコンに行っちゃおうかな、もう。いや、もうデータ飛んだから、うん、恐怖でしかない。そう、リホのね、方では話したんだけど、この前リホとグランピング行ったんだけど、データが飛んだんだよね。あれやばかったね。二人ともだよ、二人ともやばくない？原因いいと思う。怖いって、呪われた SP だよね。はい、いいんじゃないでしょうか。髪の毛乾かすのめんどくさいな。